ガンダムクロスウォーワールドチャンピオンシップ2016。8つの国と地域からそれぞれの予選を勝ち抜いた代表者8名がシンガポールに集結。ガンダムクロスウォー初の世界王者を決する戦いがシンガポールの象徴でもあるマリーナベイサンズで行われた。オーストラリア、マレーシア、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、香港、そして日本代表が初代世界王者を目指す。雌雄を決する戦いはトーナメント形式による勝ち抜き戦。厳正なる抽選によりその組み合わせが決まった。ついに決勝トーナメントがスタート。大会形式は先に2勝した者が勝ち進むトーナメント形式。それぞれの代表者たちが操るモビルスーツ同士が激突するハイレベルな戦い。一瞬も気が抜けない重厚なバトル。その先にある世界王者の称号を目指し白熱したバトルが繰り広げられる。この日に合わせて考え抜かれた個性的なデッキがぶつかり合う誰も予想のつかない展開。記念すべきガンダムクロスウォー初代世界王者の称号は誰の手に。決勝はマレーシア代表とシンガポール代表が激突。お互い1勝ずつで迎えた3戦目、マレーシア代表が相手のカウンターをかわし母艦を撃破。I'm very excited to win the championship. I didn't really expect to win the final because my honorable opponent is actually quite strong and I've played with him quite a few times and our matchup is, I would say that he wins more often than me. 次の世界王者は君だ。歴代のガンダムたちが最高峰の戦場イラストで集結。カードになったモビルスーツ部隊を指揮して戦いに勝利しろ。リアルでもスマホでも遊べるカードゲーム、ガンダムクロスウォー。今から始めよう。スターターシリーズ好評発売中。